人気ロックバンド、グレーは7日、マスク5000枚を寄付することを公式サイトで発表。すでに表明していた医療機関への1000万円の寄付に加え、マスクも寄付する。3日に、新たまたコロナウイルスの感染拡大を受けて、グレイドミトア202レイデモクラシー 25TH、ホーテルグレイグラムファイナル E 名古屋、東京公演の中止を発表。リーダーの拓郎が公式サイトの動画で1000万円の寄付を表明していた。ライブツアー実施時のアーティストスタッフ、関係者の健康管理のために、常時マスクの準備をしていたが、公演が中止となったためマスクを寄付。信頼のおける機関を通じ医療機関へ寄付いたしますと、した。さらに、東京都では感染者数も日々増加の一途をたどり、緊急事態宣言も発動され、医療崩壊が間近だとの声も聞こえております。最前線で状況を食い止めようとご尽力くださる皆様への少しでも支援になればと思います。1日も早い事態の沈静化と皆様のご健康を心よりお祈りさる仕上げますとメッセージを送った。